久保さん、さざ波ですか。まあでも、あれですね。振り返ると、なんかあっという間ですね。まあ5月も終わりますしね。まあ今年オリンピックやるかどうかはあれですけど、まあ6月終わったらもう夏ですし、あっという間に人生、さざ波のように終わっていってしまいますね。<laughs> まあさざみ、さざ波の、さざ波の中に荒波を作っていかないと、なんか、 何が残るんでしょうね <laughs> あ,あ俺の人生マージャン店で終わったのみたいなね <laughs> そうまあ久保さんがねぼつっとまあ、ちょいちょい言ってますけどやるからにはあのナンバーワンというかねやるからには絶対やるっていうだから荒波ですよやるんだったらまあ特に男だったらやるしかないじゃないですか思うんすけどまあ、やらなかったとしても 50、40年とか60歳まで働かないといけないのでやらなかったとしてますよ。だから男だったらなんか勝負決めないといけないと思うんですよね。やるぞっていう。で、やるぞって決めたんだったら男だったらやれよっていうね。荒波立てていこうぜっていう。僕は思いますけどね。うーん。まあそれが宿命じゃないですか。男として。まあその狩りを買ってくるみたいなね。まあ DNA で多分刻まれてると思うんで。ね。 なんか動物買ってくるみたいな。男は一生働くもんだと僕はすいません思ってるのでじゃあどっちにしろ働くわけですから決めなくても決めてもどちらにしても働かなければ生きていけないしうんだからもし久保さんとか僕みたいな自由な生活を送りたいんだったらうーん荒波立てた方がいいと思いますよ、まあ、ずっと立てる必要はないですよ そう久保さんのその、あれじゃないですか、富士山の、富士山の絵に <laughs>、ね、<laughs> 富士山の絵も、さざ波ではないですよね。結構荒いですね、この波ね。<laughs> 富士山のあの、ね、なんか、ちょっと波荒いですよね。荒波立てていきましょう。いってらっしゃい。